はいえー、パーソナリティの吉川愛さんです10月15日火曜日ですね、えー、日本シリーズね、今日第3戦ですね、えー、広島が大手かかるか、ですね日本ハムが巻き返しできるかどうか、えー、楽しみですね、海の向こうのメジャーリーグのワールドシリーズは、明日から始まります、カブスのシカゴでは、ですねチケットが1枚、なんと50万円もね、 値上げしてるそうですけどね、えー、すごいもんですねメジャーリーグもねさあいつもの通り釣り情報そして、えー、今日もですね六曲準備しておりますので聞いていただきます、えー、釣りですね、えー、これからイカのシーズンで、えー、ギノワン漁港とか他の港でもおミンチャーね新しいイカが釣れてます、えー、まあ 夏場に生まれたイカがです、ねえー、10月越すと約1キロ近くまで大きくなりますもんですから、えー、氷島ではなんと9 0 0ムのアオリイカが上がっていますね、えー、そしてシーズンはもう寒くなりましたけど相変わらず老人味が3 0キロの老人味がですね、えー、キャラマシ間諸島柿セで1 3 6センチ3 0キロの老人味が釣れております。 本島南部では、まあ、西崎の釣りいではガチンとかサイリが絶好調と沖釣りではですね平栗くんの1キロ前後が上がっていると釣り情報ですね、えー、さあ今日もですね、えー、素敵な音楽聴いていただきますけど先週聴いていただきましたこのノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランさんね、えー、連絡が取れなくて エス d デンのね、ノーベルー財団も非常に困ってるんですけど、ノーベルー賞をもらった方は賞金がですね、今までは1億円、1億円、今はですね、8900万円、日本円にしてね、8900万円ですけど、まあ、ボブ・ドゥリンさんね、連絡してもまだ連絡が取れてないと、12月の授賞式には出席するかどうかですね、 えー、非常に気になるところですまあボブ・ディランさんといいますと世界中のこの音楽家に影響を与えております、えー、ビートルズとかねベンチャーズ日本のお菓子にも影響を与えておりますので今日はまず1曲目はこのボブ・ディランさんの曲とそして2曲目はですねボブ・ディランさんに影響を受けた曲を聴いていただきたいと思います、えー、先週も聴いていただいたんですけどね 風に吹かれて、75歳で現役でノーブリッシュを受賞したボブリランの有名な風に吹かれて聞いていただきましょう。 はい、えー、先週も聞いていただいたんですけどね、やっぱり世界中で話題になってノーベル文学賞、えー、ノーベル文学賞で、えー、歌い手が、歌手がノーベル賞をもらったの世界で初めてなんですね、えー、そして連絡がつかないと <laughs> いうことで、まあ、世界中のマスコミが今、騒然となってますね、8900万円も賞金があるんですけど、12月の授賞式に参加するかしないかですね。 えー、世界中の今話題になっているボブ・ディランの「風」に吹かれて聴いていただきました、えー、先週はこのボブ・ディランさんの影響を受けた、えー、昭和44年の日本の橋田範彦とシューベルツの「風」年配の方は懐かしいこの「風」という曲聴いていただいたんですけど今日はですねこの学生街の喫茶店、えー、ガラの歌ってる歌聴いていただきますボブ・ディランとの関係はどこにあるかと言いますとこの歌の歌詞の中でですね 学生で賑やかなこの店の片隅で聴いていたボブ・ディランと、ボブ・ディランの名前が出てきます。それじゃあ2曲目、学生以外の喫茶店聞いていただきましょう。 はい歌で咲かそう「幸せの花」ですね先週に引き続いてノーベル文学賞を、ね、受賞したボブ・リランさんのね関連する曲2曲聴いていただきましたさあ残りはですねちょっと一月つき遅れたんですけど敬老の日のですね歌謡賞の模様をですね儀乃湾歌謡友の会のメンバー余命の方に歌っていただいているのを聴いていただきます。場所は 三栄のハンビー店で9月の19日の火曜賞でした「敬老の日火曜賞」すごいですね三栄さんええー、2015年の4月からあ今年の3月1年間、えー、沖縄県内企業売上高ランキングの上位100社の中でですね、えー、三栄は第2位ですね1682億186万円 1,682億ですねトップが、えー、1742億の沖縄電力です差は60億ですね60億すごいですね三遊三、えー、一昨年に比べて昨年は5.2%の売上アップです1年間で5.2%と言いますと80億ですからねえ 1>, 1年間の伸び率が 5%, 5で80億ですから沖縄電力さん危ないですねこのままじゃ60億の差ですから年間の伸び率で逆転も兼ね車体距離ということですね、えー、素晴らしいやっぱり店舗を拡張したのが最高したんでしょうね、えー、あまり濃いこと言うとまた電気止められたらまずいんで、えー、その三菱産でのですね海洋、まあ全国でねたくさんの釈彩 が埋もりました沖縄県内でも1,000人突破ということで全国では 65, 名ですその中で87.6%が女性、ね、女性は57,525名男性はわずか8,167名ですね、えー、パーソナリティも私も100歳まで生きるとなるとあと70年も生きないといけないんですね まあこれは冗談ですけどさそれじゃあ前置きが長くなりましたけど三栄の敬老の日スペシャル一曲目「ILOVEYOU」これは尾崎豊の作詞曲ですね歌ってるのはですね茨城から沖縄に来て7ヶ月7ヶ月の羽生エリナさんすよね。26歳の女性ですけどこの間生まれて初めてこの沖縄の台風を経験してびっくりしておりましたね それじゃ聞いていただきましょう I love you どうぞ はい、I love you でしたね、えー、茨城から来て沖縄に来てですねいろいろカルチャーショックで戸惑ってましたけど、まあ、台風のことを非常にね、えー、びっくりしておりました、ね、久しぶりに、えー、沖縄本島にね、この間台風が来たんですけどねさあ続いてはあこの番組で23度聞いていただいております「井上萱友の会」のシャンソンで有名な「 松浦純子ですね人生の悲哀とかそれから喜び愛することの素晴らしさをですね一気に歌い上げますね幸せを得る男この歌の中でバガボンドという言葉がシャンソン出てきますけど日本語に訳しますと「放浪者といいう意味でですすねさシャンソンソ有名な松浦純子が歌います幸せを得る男」聞いていただきます の歌で咲かそう幸せの花はい歌で咲かそう幸せの花、えー、今日はですね、えー、2曲ボブ・ディランさんに関連する曲、えー、そして三栄さんでの敬老の日特集ということでですね宜野湾ヤトボ村会のメンバーの歌を聴いていただいております、えー、次の曲は沖縄にこの間来ましたね三笠優子さん 浦添の手高ホールで歌謡書がありました。三笠優子さんの代表的な曲で「人生」えー、歌いますのは宜野湾歌謡友の会のベテランですね大城樹里さん西原で美容室を経営してますね10周年のチャリティー歌謡賞コンベンションでも出ていただきまして昨年の15周年、ね、コンベンション2度体験しておりますね。大城ジュリーさん。生きてよかった。 人生を生きてゆくね。えー、人生をっていうことで、人生聞いていただきましょう。 はい、人生でした。まあ、当日は約100名近くのね、えー、買い物客で賑わってましてえー、歌謡シを聞いていただいたんですが、まあ、歌うメンバーは8名ですね。8名のうち、今日はですねえー。4名、えー、紹介していただいております。ま敬、あ、老の日って言いましてえー、1月遅れですけど、沖縄県でも復帰後初めてえー、100歳以上の高齢者が。 1,000名を突破ということで1,000、ねえー、名の内訳はですねやはり、えー、女性が圧倒的ですね、えー、男性130名女性が881名これが沖縄県内での100歳以上の方の比率ですねさあ続いての曲ですけど加山一三さんの「海その愛」 かや、まあ、と友の会の若手のねホープ中村桃ですね、えー、昨年のコンベンションでは「えー、鳥」で最後に「えー、よし行くぞ雪国」を熱唱そして、えー、今月2日の宜野湾市民会館大ホールでの「鳥」で、えー、最後に「冬桜」を歌った中村君ですね「けいろの日の歌謡章」では河間隆三さんの海「海その愛」を歌っていただきましたさあ聞いてみましょう。 歌で咲かそう「幸せの花」はい歌で咲かそう幸せの花10月25日今日は、えー、ボブ・ディランさんの曲「関連する」の2曲とで「け、えー、の日歌謡ショー」の模様をお伝えしました、えー、時間がありますので今日は久しぶりに、まあ、お勉強タイム「時の話題」ということでね 先週までずっとゲストさんがお見えでしたのでなかなかお話しできなかったんですけどまとめてちょっと話題のある問題になっているところをですねリ10月のこの間の日曜日すごかったですねこのスタジオに来ていただきました宗山流の胡蝶さん家元ですね。 東京の浅草から来ましてこのラジオでもいろいろ日本舞踊の魅力を話していただいたんですけど東京で3万円で見る、ね、日本舞踊を5,000円でこの間浦添の国立劇場で見させていただきましたそれも一等席でですね、えー、まあこれで3度目ですけどやっぱり何度見ても素晴らしいものですね。 観客の皆さんも満足して、えー、帰っておりましたあれだけの素晴らしいのを見ますとですね <laughs> 何かショックを受けますねこちらの方はねカルチャーショックというんですかねやっぱり本場の日本美容のレベルの高さっいうのを感じましたさあお勉強タイム今話題になっておりますこの人件費の問題がですねアルバイトの時給が1,000円を超す時代に突入しました 9月に入って人手不足でですね、初めて、えー、この採用の競争が厳しくなってですね、アルバイトのパートの時給が1000円を超しました。まあ代表的な例をちょっとお知らせしますとね、引っ越しのスタッフ、引っ越しですね、えー、これが時給が1282円ですね、それからコールセンター、電話、コールセンターの方が1152円ですね、それから 福祉介護保育の方が1066円配送郵便運転手そういう方は1039円でパソコンなんかのデータの入力のお仕事が1022円となってますね。これは9月の全国平均なんですけどねどうしてこういうことになったかといいますと。 社会保険の適用の拡大で、えー、パートの方の就業の調整がですね、えー、ある面では影響を受けているとこういうことなんですけど、まあ、どういうことかといいますと年収130万円未満で働き初対主の扶養家族になっている家庭の主婦のパート労働者はですね新たな保険料負担が生じ 手取り収入が減るんだけど、年取っての老後の年金額が手厚くなるメリットがあるんですね。それがですね、10月1日から始まっております。企業規模が従業員500名以上の企業、それから1年以上働く見込みのある方、あと一つの条件が学生ではないということですね。今まで えー、労働時間が正社員の4分の31週間で30時間以上だったのが新しくなりましたのは労働時間が週20時間以上の方は、えー、厚生年金と健康保険の加入になるということで推計して約25万,万,人,の25万人の方がです、ねえー、健康保険 そして厚生年金の対象となるわけですそれでおのずから主の方が130万円の壁を越えないように就業を調整する方も増えてるとそういうのも含めてやはりこの人手なんていうんですかね時給が1,000円を超える時代に入ったということですね。まあ、10月方は厚生年金新たに25万人と アパート、アルバイトの方もです、ね、この条件があればあなるんですけど他にも10月1日で変わったのはです、ねえーまあ、いろいろです、ね、銀行とかが保険会社からの販売手数料を開示です、ね、今までグレーゾーンだった、ね、保険会社からのいわゆる宮戸ドン銀行でのです、ね、取り扱いの手数料このガラス張りにするとこういうのもですね 10月1日から始ままっております、えー、他にも、まあ、ゆうちょ銀行が口座間の送金手数料を一部有料にするとか、ですねそれから国内政府お、国内の生命保険会社貯蓄性の高いですね一時払い収支保険を取りやめたり、保険料を値上げする動きも出ております。まあ、アルバイトお 時給三元時代に突入と厚生年金が新たに25万人がなるという話題ですねそれと次の話題はこれ面白いですけどね楽天などがですね瀬戸内海で実験ですね瀬戸内海は離島県離島が点在しておりますので離島の買い物にドローンを使って支援を行うドローンを使って支援を行うということで楽天と中国電力の 情報通信事業子会社がですね小型無人機ドローンを使って離島の自民向け配達実験を始めるということですね、えー、このドローンで撮影した高画質な動画とかデータを地上に向けて送信するそして電波の干渉が少ない5キロ5ギルヘルツの消発を使ってですね免許を申請して総務省が 今月7日にここううしたということいですね、えー、まずは26日明日から今治市内の離島、ね、海岸沿いに約 600m ーーですねドローンを飛ばして日用品が正確に目的地までですね運べるかドローンから送られてくる動画とかデータを正しく受け取るかなどを見るということですね。 どうなりますかね離島の方もだいぶ買い物なんかで助かるんじゃないかと思いますそれから面白いデータが出ております日本人は恋に受け身ですね内閣府がですね18日までに日本とヨーロッパの四のカ国の4カ国と言いますとイギリススウェーデンフランス日本ですねこの 男女の結婚などを聞いいたととうことですね国際意識調査の結果をまとめたということです、えー。恋愛について相手からアプローチがあれば考えると答えた人が日本では34.9%で自分からアプローチするの20%は上回ってですねヨーロッパに比べて受け身の姿勢が強い傾向が浮き彫りになったということですね。 この調査は何でこういう調査をしたかというと少子化対策に生かすため5年ごとにこのアンケートをやっているということで今回で3回目ですねフランススウェーデン英国の二十歳から十9歳の男女約2900人を対象に面接形式で行ったんですね。 日本以外では「気になる相手には自分からアプローチすると答えた人がアプローチを待つ人よりも多かった」ということです。日本では「交際する相手との結婚を考えるとの回答が42.7%と4カ国で最も高かったということですね。独身者に結婚してない理由を質問したところ日本は「適当な相手に巡り合わない」が最も多くついで。 経済的に余裕がないということですねやはりどうしても少子高齢化経済的に余裕がないということですねそれからこれは先月の「沖縄タイムズ」の記事ですけど司法試験合格が1583名で沖縄県が琉球大学から2人ですね合格率がなんと6%。 まあ国家試験でもね難関とされております司法試験の第二次試験ですね、えー、この試験を受かりますと、まあ、弁護士になるか裁判官になるか検察、えー、検事になるかこの3つのコースを選ぶために2年間の司法修正インターンがありますねこのインターンを経て3つのコースに分かれていきます。えー方や 国家試験で難しい公認会計士の場合は二次試験終わってあと三次試験があるんですね。司法試験は二次試験ですね。全国で1583名です。内訳は東京大学があ一橋大学がトップで49.6%、東京大学が48%、京都大学が47%ね。 琉球大学はですね、受験した方が、司法試験が三十三名ですね。三十三名で二人が合格したということですね。合格率は六点零六パーセントね。やはり最難関ですね。まあ、一時期は東京大学とか京大、一つ橋より中央大学がね。司法試験がトップだったんですけど、時代の流れで、やっぱり国公立ね、国立大学の生徒が。 上位を占めておりますさあ続いての話題はですね、えー、家庭でですねスマホねスマートフォンで、えー、非常に、えー、悩んでるご家庭の親御さんがだいぶおられると思いますねこのスマートフォンについてですね、えー、どうしたら対応したらいいかというのがあちょっと記事がありますので紹介しますとですね 欲しがる子供は親はどもが幼い子どもがスマートフォンとか、ね、携帯電話欲しがる場合やはり高校になってから中学生になってからという親御さんも多いんですけどこういう場合ですね何でもかんでもあげるわけじゃなくて子どもがみんなが持っていっといった時。 あるいは実際にですね我が子だけが持っていない場合、あるいは持たせる。年齢より必要性で判断する。3つのポイント言いましたけど、子供がみんなが持ってると言った時はですね親が持たせたくない。必要ない理由を子供にしっかりと伝え、話しちうということが必要ですねえ。子供が持ちたいというより、必要性とどのように使うか？ プレゼンしてももらう親が納得できれば持たせるということですね、えー、みんなが持ってるからといった場合ですね、えー、スマートフォンを所有し始める年齢が下がっております小さい子供がいい子どがるる保護者にとっていつ持たせるか悩みどころですね実際に使うとなれば利用時間とか安全対策などルールも徹底してお金かなければならないんですね。 実際に我が子だけが持っていない場合はどうするか。この場合は部活ですね。事業を終えた後の部活の連絡などに、実際に子どもの仲間が使用しているときとか、親が連絡の代行ができないときはですね、持たせるかどうかですね、えー、考えるということですね。それから持たせる年齢より、必要性で判断。 まあ大きくなったらからと安易に与えると長時間使い依存気味になることが少なくないということですねどんな時に使うかを話し合い使い方のルールや約束ごとをですね決めておくのが必要ですね。えーまあ、保護者側には災害時とか緊急連絡あるいは軸会を始めたり両親が働いていたりなどの事情でですね モテそうたいという理由もあるのはあるんですけど高校生のですね9割ですね実際の携帯電話とかスマートフォンの所有状況は高校生生でででですすね9割割中学生で4割です小学の高学年で2割の児童学生さんが持っているということですね。 そして保護者が子どもに携帯電話スマートフォンを持たせてもらいたいと思う時期はですね、えー、高校生になってからと中学生になってからがともにです、ね、30%ほどですね、まあ、親御さんの気持ちとしては中学になった記念あるいは高校生になった記念に、えー、携帯電話とかこのスマートフォンを持たせるという意見が圧倒的に多いんですね。 えー、小学高学年は8%の親御さんが持たせてもいいというデータが出ております。まあ、要は我が家の自分の家のルールですね家族でルールを決めて、えー、しばらく戻すことができなければですねしっかり子どもに言いかせることが必要だということですね。 スマートフォンは誘惑が多い端末でありますし考えなしに持たせると子供がハマってしまい依存ケースに依存気味になるケースが多いんですねなぜ欲しいのかどのように使うのかをですね子供と徹底的に話し合ってお互い納得の上で持ち始めるのがいいということでございますさあ憧れのハワイ航路が流れてまいりましたそれじゃあ来週までごきげんよう